皇位継承、皇位継承は、一般的に、皇位、天皇の位を皇太子もしくは皇位継承者に譲る、ことである。諸外国における国王、皇帝の地位を継承を意味する、皇位継承あるいは帝位継承と、ほぼ同義語である。大日本帝国憲法及び日本国憲法で、明文規定された。皇格天皇以後は、すべて皇統直系の男系男子により好位継承が、 行われて、現在に至っている。近代に入り、明治天皇の治世の時に、大義禁止と、養子禁止と、直系男子への皇位継承優先について定めた、休校室天畔が1889年、明治22年に制定された。昭和時代、第二次世界大戦敗戦後の1947年、昭和22年5月3日に施行された、日本国憲法の下で、 皇室転範は再度制定されたが、退位禁止と、養子禁止と、直系男子への行為継承優先とす、基本性格は変わらず、さらに、非着出子を皇族としない規定が追加された。行為を継承する順位、順序は、皇室転範第二条に定められている。皇位継承の儀式については、1909年制定の、当局令、明治42年皇室令、 1> 第1号の廃止に伴い、法律上の規定が存在しない。また、皇室天範には即位の礼を行う定めがあるにも、かかわらず、内容についての具体的な規定はされていない。そのため、昭和天皇法御に伴う皇太子、秋仁親王の皇位継承儀式、及び即位の礼は、廃止された旧当局礼及び、同府式を踏襲する形で執り行われている。 以下の皇位継承儀式は、皇太子、昭人親王、金城天皇、第百二十五代天皇の皇位継承に際するもので、ある。賢治当承刑の儀とは、旧当局令、明治四十二年皇室令、第一号伏式の第一辺戦争の式にある、賢治渡御の儀にあたる、国事公位たる儀式である。賢とは、天無落賢を指し、字は、 やさかにまがたまを示している。これは、行為の証として伝わる三種の神儀のうち、剣と字を大公天皇、追合が定められるまでの全天皇の故障から、承継するもので、剣については宮中にある、天村雲剣の複製品を用い、神事は本物とされるやさかにまがたまを用いる。同時に国事と行事の承継も行われる。1989年、 昭和64年に1月7日、近城天皇皇位継承に際しては、昭和天皇崩御直後、同日午前10時1分より、皇居制電末の間で取り行われた。国民代表として、内閣総理大臣、当時、竹下登、最高裁判所長官、当時、矢口光一、衆議院、参議院両院議長、当時、原健三郎、土屋義彦の行政、 司法、立法の三権の長、全閣僚、当時、竹下改造内閣などが参列した。金城天皇は、藤森昭一区内長長官、当時らに先導され、皇族を従え、松の間に出業し、参列者に向かい合う形で、正面の席につき、天地及び、国事、漁事を自重が、金城天皇の前にある机に置く短時間の儀式が、執り行われた。 高齢殿神殿に、報告の儀とは、先祖代々の高齢を建て祭る高齢殿、及び天神賃儀を建て祭る神殿において、新天皇の戦争を報告する儀式である。賢治当承継の儀が取り行われているほぼ同時刻に、九中三殿において、小天長が、新天皇の戦争を報告する。賢書、賢書、賢子所に御神体として建て祭られている神儀。 八タ神の象形儀式である。1月9日、昭和天皇の崩御から2日後に、小天長により、宮中三殿で取り行われた。八タ神は宮中に鎮座している、複製品である。この儀式によって、行為の証である三種の神儀を継承した天皇は、正当な行為継承者となる。なお、過去に、継承の儀を取り行うことができなかったため、 正当な行為継承者にはなり得なかった天皇が存在する南北朝分裂期の北朝の天皇など、新天皇が初めて首相らに言葉を述べる国事行為たる意識である。1月9日に皇居聖殿末の間で365人の参列者の元取り行われた。一年の両案、もが明けて最初の新鍋祭りたる大城祭が即位の翌年に取り行われる。 11月の日、4番目の日に4日間にわたって、取り行われ、後位継承に伴う儀式はこれをもって、最後とする。1990年、平成2年11月23日に、大乗宮の儀が取り行われた。なお、継承された、神儀、天村雲県及び、八高神は、複製品であるので、時期を見て、本物が建て祭られている。 伊勢神宮と厚田神宮へ、即位報告を行うことになる。特に皇素神であるアマテラスオーミカの建て祀られている、伊勢神宮への報告は早期に取り行われることになる。皇位の継承について第2本帝国憲法第2条で、皇位派皇室天範のテーブル書に、入り口男子孫これを継承すとあり、旧皇室天範第1章に、皇位継承順位。 第2章に戦争即位について規定されていた。皇室転範第1条では、第2本国皇位派訴訟の高等に、指定男系の男子これを継承すと記されている。皇位継承の儀式については、皇室転範を根拠とし、皇室転範に属する法体系、いわゆる、旧務法として交付された、皇室令の一つ、当局令、明治42年皇室令、第1号及び、 同府式によって細かくめられていた。なお、日本国憲法の施行に伴い、旧皇室転半及び皇室令は、1947年、昭和22年5月2日に、大日本帝国憲法の執行に伴い、廃止されている。日本では、和国と呼ばれた古代から、皇位継承、恩位継承に関する問題が生じていた。義和人伝によれば、 弥生時代後期の2世紀後半、和国王位の継承をめぐって、和国大乱が起こり、卑弥呼が和国王となることで騒乱が収束した。さらに、卑弥呼の没後、断王が立ったが再度騒乱が起こり、卑弥呼の創女代与えが王位について騒乱は収まったと記録されている。古墳時代の5世紀にも王位継承をめぐる数々の紛争の発生が、 日本初期の記載から読み取れる。6世紀前半には、無列天皇の崩御により一旦、和国王党が断絶しているが、王神天皇の五世の子孫とされる、慶大天皇が、皇位継承した。実際に五世の子孫だったかには、賛否両論にあるが、この事例は五世の子孫までは、皇位継承権を持ちうる先例となって、その後の皇位断絶の際に強く意識されることとなった。 古墳時代から、アスカ時代にかけて、6世紀中期から7世紀後期も、皇位継承の紛争がたびたび生じた。この頃の皇位継承のルールには、兄弟承継、体系承継、母校出自、軍神推挙、選定衣装、さらに近年では、即位要件に、年齢制限、30歳以上があったとする説もある、などがあり、これらが複雑に絡んで、 皇位継承が行われていたと推定されている。慶大天皇の後に、安官天皇、戦火天皇が数年間在位して、金明天皇が皇位承継しているが、金明天皇による皇位散奪だったとする説もある。その後、金明天皇の子孫が皇位継承しているが、その経緯は複雑であり、多くの皇位継承紛争が生じている。 皇位継承者の決定が難航した時は、女性が皇位継承者に選ばれることもあり、水古天皇、皇玉天皇が即位して、他に適当な男子の皇位承継者が現れるまで、女性天皇として皇位についた、女帝が選ばれた理由には、諸説あり、律令制以前の中継ぎ説を認めないなどの遺説が多くありする。古代の皇位継承において、最大の争いとなったのは、 六百七十二年、白宝元年の人心の乱である。天智天皇は直系の大友巫子、公文天皇に後位継承したが、それを不服とする大甘王子が大規模な反乱を起こし、公文天皇を滅ぼして天武天皇となった。天武天皇は、自身以降の後位継承紛争を防止するため、兄弟関係省を廃止し、直系男子が、 皇位継承するルールを定めようと試みたらしく、草壁美子を皇太子に立てた。だが、政権基盤が固まる前に、天武天皇が崩御してしまったために、天武天皇の皇后は、草壁美子が大友美子の二の舞にならないように拙速な、皇位継承を避けようとした。だが、その草壁美子までが急成してしまったために、皇后は、皇位継承紛争を防ぐために、自ら、 中継ぎとして皇位につき、児童天皇、草壁巫女の子である、慶巫女、後の文武天皇を皇太子とした。奈良時代に入った後、文武天皇も、皇位継承者である、首巫女、後の聖武天皇が成人する前に没したため、元明天皇と元祥天皇の二人の女帝が皇位を継承した。聖武天皇は、皇位継承すべき男子を残せず、 女性の後見天皇が後を継いだ。その後、藤原仲丸の強い推挙により、天武天皇の孫の純任天皇が立ったが、自らを、聖武天皇の後継者とみなした、純任天皇、俗日本気天平法治三年六月皇術上と天皇を、自己の、真とみなす後見上皇俗日本気天平法治八年十月人心上の対立は、上皇が、 宋の道教を信任した問題をめぐって一気に悪化する。やがて、藤原中丸の乱に連座して、順任天皇は敗帝となり、貢献天皇が再度即位、従そして聖徳天皇となった。この間、他の皇族が行位を狙ったが、その都度謀反とみなされ、結果、適当な行為継承者が不在となってしまった。そのため、仏教に深く敬営していた。 聖徳天皇は、道教を行為につけることを起とした、遺説ありが失敗し、後継者を決めないまま、聖徳天皇は崩御し、天武系皇統は断絶することとなった。天武天皇から聖徳天皇に至るまでの後位継承のルールは、継承すべき者が未成人などの場合には、女帝が中継ぎとして即位することもあったが、原則として直系継承であった。 このルールは、激しい行為継承紛争を未然に防止して、天示系高等の復活を阻止しようとした代わりに、行為継承候補者を限定してしまったため、かえって高等の断絶、結果的には天示系高等の復活という結果を招くこととなった。聖徳天皇法御による高等断絶の危機に際して、大臣らは協議を行い、その結果、 天智天皇の孫にあたる年配の公認天皇が後位を継承することとなった。この事例は神下の教義による後位継承の先例となった。また、この時には二つの点で、慶態天皇の先例が強く意識されていたようである。一つは必ず後院であること、もう一つは、先代の天皇との婚姻関係を有する公認天皇は、聖徳天皇の異母妹との夫ことであった。 公認天皇は天武系皇統の断絶を教訓として、息子の関武天皇を後継者とし、その弟の沢原親皇を関武のスメラフト弟とした。これにより、天智天皇、天武天皇以来の直系行為継承は放棄され、体系性が一時的とはいえ事実上復活したと見る、子も可能である。だが、沢原親皇は、謀反の疑い。 藤原種次暗殺事件によりこれを廃止、沢良新郎は怒りもあらわに絶食死を遂げることになる。この壮絶な沢良新郎の死はその後の桓武天皇を苦しめ、須藤天皇の号が送られたが、桓武天皇に始まる平安朝は長く、沢良新郎の怨霊に恐れ苦しむこととなる。桓武天皇は多くの御子を設けた。桓武天皇の後は、 寒武天皇の長子の平城天皇が後位継承し、その意志に従う形で病弱であった平城天皇の次にはその弟の上野親王、後の佐賀天皇がスメラフと弟立った。これに不満を抱いた平城天皇は大江である自分の直系に後位継承することを起として、一旦佐賀天皇へ上位して自身の子、高岳親王を皇太子とした。この措置に今度は、 佐賀天皇が反発し、平城天皇と佐賀天皇の武力衝突が起こり、結果、佐賀天皇側が勝利した、クスコの変これによって、平城天皇の直系は、行為の可能性がなくなったものの、佐賀天皇は、内外の批判を恐れて、自分の実施を擁立することに躊躇し、弟の大友親王後の順羅天皇をすめらふと弟とした。佐賀天皇と、 後位継承紛争を防ぐために、それぞれの直径を互いに好意につける鉄律を採用することとし、実際、佐賀天皇、淳奈天皇、人形天皇、佐賀天皇のこと、後位継承され、人形天皇の次も、常貞神皇、淳奈天皇の子、母は、佐賀天皇の王女が皇太子に立てられていた。これに対して、淳奈天皇はかえって紛争の原因となると危惧を抱いており、 佐賀天皇に、人明天皇の次にはその御子を立てるべきであると、忠告したものの、受け入れられなかった。しかし、淳が、佐賀領上皇の相次ぐ、皇御の直後、常貞田新皇を敗退し、皇太子を敗することとする事件、上和の変が起こり、皇位継承は、佐賀天皇、人明天皇の系統に統一されることとなった。この事件は、皇統統一を狙った、天皇が、 藤原北家の協力を得て起こしたとする説もある。かくして、公認天皇以来の天智系皇統が天武系皇統を教訓にして取り入れた、兄弟関係省の相続、体系性の質復活は、藤原種継暗殺事件から、上和の変に至る、皇位継承をめぐる内紛の連鎖の将来に終わった。人名天皇の後、文徳天皇、聖和天皇、 陽精天皇と直系による後位継承がほぼ順調に行われたが、陽精天皇が代理で重大事件、誤って殺人を犯したとする説が有力を起こし、大尉に追い込まれてしまい、再び直系継承の下で、高等断絶の危機が訪れることになった。この時は、有力候補がおらず、敗退しとなった、常貞神皇や佐賀天皇の子である、 源の統領らが候補となったが、最終的には、聖徳天皇法御時の先例をとって、人名天皇の子で年配の孝行天皇が即位して、後位を継いだ。ただ、孝行天皇はあくまで、養精天皇の男子が成長するまでの中継ぎとの立場をとり、自身の御子をすべて親戚降下させていたが、法御直前になっても後継者を立てていなかった。 当時、洋勢天皇にはまだ男子がいなかったため、緊急措置として、急遽、皇后天皇の子の源の帝政が立退しされ、歌天皇となった。一度親戚に下った者が、皇位につくのは、日本の皇位継承史の中でも、極めて異例であるが、天皇の子の身分の決定は、天皇の先見事項である親戚に下ろした自施を、皇族に戻すことも許されるとして押し切ったのである。しかし、 歌天皇とその子の醍醐天皇は、積極的な政治を展開し、天皇神聖の理想型を築いた。ただし、歌天皇の退位後に、洋税系の神皇に対抗するために、兄弟関係省を行わせる意志があり、直系継承の維持を図る醍醐天皇が、藤原時平と図って、歌天皇派と目された、菅原道真を打宰府に、流しとする見解も存在する、正体の変。 文徳天皇の頃から藤原北家が天皇の外籍として摂政、関白につく、摂関政治がある程度形成されていたが、第五天皇の子である須坂天皇、村上天皇兄弟の頃に摂関政治が確立することとなる。摂関家内部に複数の摂関候補者が登場することとなり、それぞれの候補者が別個に天皇に娘を受代させて、子を設けたため、 後位継承は、接棺化のパワーバランスに左右されることとなった。以上のような状況から、後位継承候補者も、複数存在することとなり、再び高等の分裂、鉄律マイナスが見られるようになった。しかし、藤原道長が接棺化を統一したことに伴い、高等も統一されることになる。その後も、鉄律への動きは見られたが、 王朝内部に皇統を統一する意志が働き続けた。上記のような皇統統一の流れの中で、五三条天皇が即位した。五三条天皇は、皇統統一をより強固なものとするため、生前に直系男子へ上位し、上皇として政務に当たることを目論んでいた。五三条天皇は、その実現の前に没したが、その直系男子の白川天皇は、 後三条天皇の意志を継いで、上皇となって事実上の君主、自典の君として政務にあたる陰性を開始した。上皇が事実上の君主の座につくことにより、天皇がそれまでの交代指摘立場となったと言えるが、厳密な皇位継承法が存在しなかった。当時においては、皇統が安定していれば、天皇下の当主が天皇に在位しているか否か程度の違いでしかなかった。いずれにせよ、 高等の安定化が陰性の主要な目的の一つであった。なお、後三条天皇が上位に際して自分の礼に習って、白川天皇の異母帝にあたる佐根人新皇を皇太子にしたことは、白川天皇の不満を招いた。その後、佐根人新皇の休止によって、皇位は白川天皇の実施の堀川天皇に上位することが可能になったが、白川天皇は、 第二のサネヒト新皇の登場を警戒して、自らが後継者に指名した堀川天皇、賭場天皇、ス徳天皇の三天皇の異母兄弟はすべて出家させて、皇位継承権を奪う政策を取った。皮肉にも白川天皇の崩御後に陰性を開始した、賭場天皇は、白川天皇の崩御後に生まれた、ス徳天皇の異母帝である、この上天皇を長愛し、出家をさせるどころか、 ストック天皇を退位させて、自らの後継者に指名した。各して、蕎麦天皇の後継をめぐって生じた、ストック天皇、この江天皇、後白川天皇の兄弟官による、皇位継承紛争が、方言の乱平治の乱という武力衝突により解決されることとなった。最終の勝利者は、後白川天皇であったが、両乱を通じて、武士を利用したため、 その後の武士の対等を許すこととなった。ところが、生前の蕎麦天皇が、この上天皇の崩行後に後継に指名したのは、後白河天皇の子、二条天皇であった。これによって、後白河天皇の立場が辞典なのか、辞典、二条天皇が成長するまでの中継ぎなのかが、不明確になり、両者の間に緊張関係が生じたが、二条天皇の崩行によって、 後白川天皇が、インイコール辞典の君として君臨し続けた。なお、後白川天皇と二条天皇の父子が対立した際に二条天皇の後ろ盾になっていたのは、その順母となっていた蕎麦天皇の王女、後白川天皇には、いぼいもとにあたる八条院であった。八条院は、父の蕎麦天皇から与えられた広大な所領を、背景に天皇を支えたが、 後白川天皇もこれに対抗するために、多くの荘園を所領とした。後に、前者の所領は八条院領、後者の所領は長江同領と称され、別々の皇族や皇妃によって継承されることになる。辞典の地位を確保した、後白川天皇は、兵士、源氏など武士勢力の勃興に対して、王権の維持を図ろうとしたが、結局、王権の一部を、 鎌倉幕府へ移乗することとなる。後白河天皇の正当な後継者は、高倉天皇であり、その創生と後を継いだ、安徳天皇が外籍である兵士と共に西国に、下った後もこの方針が揺らぐことなく、辞典である、後白河天皇によって、安徳天皇の異母帝である、後鳥羽天皇が擁立された。このため、一時的に二人の天皇が在位する事態となったものの、 安徳天皇が兵士の滅亡と運命を共にしたことに李工党は後鳥羽天皇の系統に統一された。これによって時点である後白河天皇の下で工党が安定した。後白河天皇の崩御後後鳥羽天皇は陰性を開始した。後鳥羽天皇は鎌倉幕府に移った東国統治権を奪還するべく上級の乱を起こしたが王朝が幕府に敗れるという事態を招いた。 この結果、幕府によって、後鳥羽陰性と後鳥羽系統の高等はすべて廃されたが、後位継承すべき者が不在という事態に至った。当時、後位を継承するにはその父が院でなければ、ならないという慣例が来ており、やむなく、後位についたことのない森貞信王が後、高倉院として、自典の地位について、陰性を開始し、その子が、後堀川天皇として即位することとなった。 しかし、あと高倉院はすぐに崩御し、新天皇の兄弟は、上級の乱以前に全員出家していたために天皇に一万一の事態が生じた場合には、高頭断絶の可能性が生じた。その後、ご堀川天皇の御子が、四条天皇として即位したことで、危機は解消されたかに見えたが、ご堀川上皇は、四条天皇以外の男子を設けることなく崩御。続いて、四条天皇も、 幼年のうちに崩御したことから、後高倉院の高騰はわずか二十一年で断絶してしまう。このため、皇位は再び、後鳥羽天皇の系統へ戻った。この時皇位を継承したのは、後佐賀天皇である。後佐賀天皇の父は、父の後鳥羽天皇に疎んじられて、上級の乱の際も、中立を守った土御門天皇であるが、このことが、幕府の賛意を得ることになり、事実上、 後佐賀天皇の後位継承は、幕府が決定したと言える。なお、後堀川天皇の聖母、北、白河院のいとこ一条義康は、源の頼朝の妹婿、後佐賀天皇の叔父、土見門正通りは、北条義時の娘婿、という鎌倉幕府関係者との遠赤関係も、幕府の決定に、大きな影響を与えたと見られる。これは、 後世の洗礼となって、江戸幕府に至るまで、皇位継承には、幕府の承認が必要とされた。後佐賀天皇の子には、後深草天皇、亀山天皇の兄弟がいたが、互いに、後佐賀天皇の後継者たる自転の君の座を争い、その打結として、両者の直系子孫が、交互に、皇位、自転位につく、両党鉄律が行われることとなった。兄、 ご福格差天皇の系統も、明院光る弟、亀山天皇の系統を、大覚寺党というが、これが日本史上最大の皇位鉄律となり、後世に大きな影響を与えることとなる。しばらく両党鉄律は順調に行われていたが、二つの高党の存在を支えていたのが、かつての五白川天皇と八条院、二条天皇との、 対立の中で集積された二つの所領であった。後白河天皇ゆかりの長考同僚は、寿明院、党、八条院ゆかりの八条院僚は、大覚寺党の所有となり、その経済力を背景に、皇位継承を続けたのである。やがて、鎌倉時代末期になると、両党の内部で、高等分裂が見られ始め、鉄律の混乱が生じてきた。その状況下で、 大覚寺等の五代後天皇は、暴流出身のために、自転の地位につく権利が否定されており、妻、子孫への行位継承ができない、この現状を打破を目指して、幕府追悼計画を二度にわたって立て、成中の変、現行の変、幕府により、廃位、流罪に処されるも、結果として、鎌倉幕府の滅亡をもたらした。もちろん、王権復興を推進するためには、 皇統統一は欠かせないものであるが、五醍醐天皇の倒幕の最大の動機は、事故の子孫への行為継承問題にあったと言いよい。刑で福井した後、刑務の申請を開始した。五醍醐天皇は、自転の地位につくことなく、約200年ぶりに天皇の地位のまま申請を行った。五醍醐天皇は、両党鉄律状態を解消し、自身の系統に高統を再度統一したと考えて、 いたが、その後、五代醐天皇による申請に対して、多くの離反が相次ぎ、離反勢力からなる、室町幕府は、自明院頭から、光明天皇を擁立した。これにより、北朝、自明院頭と、南朝、大覚寺頭の二つの王朝が、同時に存在する、日本史上未曾有の事態、南北朝時代となった。北朝は、幕府の擁護を受けて、 従来通りの陰性を継続したが、南朝では、小村上天皇以降、関白こそは復活させたものの、天皇神聖を貫いた。1352年、南朝、昭平7年、北朝、文長年、室町幕府内部の内紛に乗じて、南朝軍が京都を占領して、北朝の須訪天皇らをもだった皇族を拉致してしまう、昌平一党。室町幕府は、 天皇の弟の一人が寺院に預けられていることを知って、急遽、後公言天皇として即位させた。後に、南朝方は、菅皇天皇らを返還したものの、室町幕府は、菅皇天皇の福井を認めず、子孫には、伏見宮の称号を送って、なだめようとした。だが、後位継承が、後公言天皇の直系子孫による方針が決められたために、 スコ天皇と伏見宮家による、五光厳天皇と室町幕府に対する反感が高ま、北朝は事実上の分裂状態に陥ったのである。時代が進み、北朝、室町幕府側の優位が明確になってくると、南朝側も打結点を模索してきた。そこで仲介に当たったのが、足利義満である。1392年、明徳三年、 自明院光る、北朝と大閣寺と南朝の鉄律再開が提案され、南朝の五亀山天皇が条件受諾したことにより、北朝の五小松天皇と共に南北朝合一が実現した。しかし、1412年、欧永19年に昭皇天皇が即位するに際して、鉄律再開の条件は撤回されることとなり、五小松天皇の直系子孫による、 後位継承が宣言された。約束を保護にされた南朝側は憤慨し、後南朝としてその後も存続し続けた太平洋戦争、大東亜戦争後まで南朝子孫を名乗る者がいた。一見、南北朝合一により後位継承は再び安定したように見られたが、もう一つの問題であった北朝内部の内紛は解消されなかった。さらに、五小松天皇には、 昭校天皇しか男子がおらず、昭校天皇の皇太子であった、五小松天皇の第二王子は、創世。実はこの他に瞑想として知られた一級創順も、五小松天皇の御子であったが、政治的事情により、早くから出家させられて、皇位継承権を失っていた。さらに、昭校天皇には、子供がいない上に巨弱体質であったために、いつ放御してもおかしくない状態となっていた。 そこで当時陰性を行っていた、五小松天皇は、須皇天皇の孫である、伏見宮貞房新郎に対して、万が一の際の後位継承を極秘に要請した。ところがその話が、昇皇天皇に伝わると、昇皇天皇は激怒して、貞房新郎を強引に出家させ、後位継承権を剥奪してしまった。ところが、それからほどない1428年、 象徴元年に、肝心の将校天皇が崩御してしまい、五小松家への高等が断絶してしまった。そこで、五小松天皇は佐房草新皇の御子であった、御花園天皇を擁立させたのである。これに対して、旧南朝側では、北朝側の高等は断絶しており、傍流の継承は認めないとして、各地で放棄を起こした。一時は宮中に侵入した。 南朝側の武士によって三種の人義を奪われる、近結の変なの危機にもあったが、室町幕府はこれを鎮圧。つ、ここにおいて、初めて真の南北朝合一が実現したのである。1990年代前期頃から、足利義満は後位三脱を起としていたとする説が注目されるようになった。仏家としてだけでなく、公家としても、 神を極めた義満は、自転の君としての行動を徐々に始め、自身の子である足利義継を後位につけることを計画していたが、計画成就の寸前に死去したため行位散脱が、ならなかったとしている。義満も清和天皇、または養精天皇に始まる源氏ではあるが、代数が当時の天皇から十数代も離れていたため、皇族としての資格はないものとみなされていた。 日本の歴史上、五代以上天皇位についていない、家系に属する皇帥が即位した例はない。しかし、上記説の論者は、当時の状況、五黄金系統断絶の危機など、を詳細に観察してみると、吉光による皇位三奪は、かなりの可能性で成功したはずであり、もし成功していればその後の天皇、皇位のあり方が劇的に変化していただろうと、考えている。実際、 義満の死後、大乗天皇号が朝廷から送られようとしている、義満の後継者、足利義持がこれを辞退した。室町時代中期に入ると、皇室の権威は次第に低下していったが、それに伴い皇位継承紛争は見られなくなり、直系男子がすんなりと皇位継承するようになった。誰が皇位についても構わないという状況が出現したことになる。 それでも、伏見の宮家から入った、御花園天皇から17世紀前期、江戸時代初期の御用税天皇まで、直系男子が、継承紛争もなく、鉄律もないまま順調に皇位を継承していき、日本史上最も皇位継承が長期間にわたり、穏やかに行われた時代でもある。安土桃山時代後期、江戸時代初期の御用勢天皇は、自分の後継者が、豊臣秀吉、 徳川家康の二大権力者の思惑により、擁立されたことに不満を抱き、実施ながら、これらを廃して、実定の八条のみや都市人新老に上位しようとして、豊臣政権や江戸幕府と衝突したが、最終的に、家康の雄、ス、着南市の御水野を天皇に譲ることになったが、長く親子間の不和が続いた。続く、ゴミズを天皇も、たびたび幕府から高圧的に扱われたため、 それに耐えかねて1629年、寛永六年、自らの女子に上位した。この時後位継承した。名将天皇は、聖徳天皇以来859年ぶりの女帝である。名将天皇は、その後、異母帝の御光明天皇へ上位した。中継ぎとしての女帝の存在が、江戸期にも見られる。御光明天皇以降は、直系男子への継承を基本として、 継承者が未成人などの場合に中継ぎとしての助帝が擁立されていた。その後、1779年、安永8年に、ごももの天皇が子を残さないまま若くして御したため、日本史上、数回目となる、高等断絶の危機が発生した。しかし、この約60年前に、高等断絶の可能性を予見していた、荒井白石は、後位継承系を持つ、 皇族家系となる官員の宮を創設しており、ご桃祖の天皇の後継として、官員の宮から、後格天皇が迎えられた。皇族の子孫は、数代経た後に、皇籍から離脱するのが、律令以来の通例であったが、中世以後、伏見の宮や官員の宮のように、皇統維持のために、何代経ても親王位に就くことのできる家系、世襲親王家を創していったのである。 また、当時天皇に複数の巫女がいる場合、複数の親王の生活を支える、財政的ゆとりがないことや、親戚効果をさせるだけの区下会議の余裕がないことから、後位継承者以外の巫女はすべて幼くして、出家を強要せざるを得ない、当然ながら出家した巫女には、子孫が存在しないことになる。前近代の高級制度の充実ぶりにもかかわらず、中世以後に、 皇統断絶の危機が何度も生じたのは、こうした事情がある状態にあったが、世襲新農家が断絶した場合には、天皇が実施を養子として送り込むことで、子孫の安泰を図ることも行われた。皇室天畔の皇統に、属、属する男系の男子という条文について、年の宮愛子内親王の誕生など、天皇直系の皇位継承者の集団に、 女性しかいない問題が生じていた。2006年、平成18年の夕日都市新能誕生により、一応は、皇太子徳人新能の次世代の皇位継承者を確保できたが、依然として継承者不足に変わりはない。そのため、女性天皇及び、女系天皇及び旧宮,宮家の功績復帰などの可能性も含めた議論が起こっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。